ポケモンに出てくる四天王のキクコにめちゃくちゃ腹立ってまして、四天王のキクコって戦う前のセリフがあるんですけど、このセリフでこう言うんですよ。あんた大木戸のジジイに可愛がられてる子だね。ジジイ昔は強くていい男だった、今じゃ見る影もないがねって言うんですよ。これね、昔は何とも思わなかったんですよ。小学生の頃やってた時は、ああ面識あるんだ大木戸博士とぐらいだったんですけど、大人になってからこのセリフ読み返すと男女の関係があるようにしか見えないですよね。聞くこと大木戸絶対昔なんかありましたよね。若かりしの共にポケモンマスターを目指してた時代に絶対ね関係は持ってると思うんですよね。ジジイ昔は強くていい男だったって言ってますからね。だからね、大人のゲームですよねポケモンは。